雨が降ってきたな。今、東京 MX にモーニングフラッグの、放送のために向かっているところなんですが、まあ朝早くねこうやって仕事をする。で昨日も 夜そこまで、アベマプライムだったんですが、まあ忙しいっていうのは消耗することのように思うかもしれませんけど、僕ね学びがあったらなんか消耗しない気がするんですよ。常に学びということを大事にするのがいいのかなと。皆さんもいろいろ仕事を、まあ学生の時は学ぶっていうのはやっぱり基本的な、ポイントになると思うんですが、仕事ということになると、まあ会社とかね社会の需要があって、それをまあ満たすというかな、明道先生の言葉を使えば、なんかもう一個会社仕事っていうのは穴があったらそれを埋めることなんだよっておっしゃってますが、まあ、穴があったらそれを埋めるというようなタイプの仕事っていうのはね、ともすればすり切れちゃったり消耗しちゃったりするような気もするのですが、でそこでなんか現場でいろんな学びがあると消耗しないんだと思うんですね。学び自体が、脳にとっての報酬になりますし、それで自分が成長していきますし、僕はやっぱりどんな忙しくても学びがある現場っていうのは消耗しない気がするんですよね。だから最近学生が就職するときに、そのいわゆる緩いというかホワイト企業だからといっていいというものでもないということを言って聞くんですが、それって結局なんかその仕事をしてて学びがあるかどうかってことなんだと思うんですよね。で学びがあればそこには必ず、喜びがあって消耗するというか、ただ自分が擦り切れちゃう何かに使われてるっていう感覚にならないと思うんですよね。だから皆さんそれぞれの現場でね、学びということをフォーカスした上で仕事をなさるとですねいいのかなと、僕もだから過去に、消耗というわけじゃないんだけど、自分を消費しているというか状況が消費されていると感じたことがなかったわけではないんで、そういう時にはやっぱり確かに疲れた感じになったこともあったかもしれないんだけど、やっぱりもう常にどんな現場でも学びがあって、この学びを通して成長できるってことに気づいたら、そういう非常に良質の脳への報酬がある。一番脳への報酬としては良質なものがそこにあると思うんで、だからいろいろね文句言ったり、愚痴言ったりするっていうのは、結局その学びの角度を見つけられないってことなのかな、学びの視点を探しているということなのかなと思ったりもします。ですのでどんな現場でも学びさえ見つければ、その仕事の時間というのが喜びになるということをちょっと覚えておいていただきたいなと思います。ということで東京 MX に近づいたので、今日もモニフラ頑張ります。学びの場があるんだよね。そもそも堀潤が最初にどんなドリンクを持ってくるかっていうのが学びなんだよな。